皆さんこんにちは。こんにちは。東京ジャングルプロデューサーの山際です。ディレクターの片岡です。本日は角川ゲームスさんにご招待されてここにやってきました。行ってみましょうか。はい、すみません。いらっしゃいませ。はい、というわけでですね、今日は実は前回僕が東京ジャングルのですね禁煙たまりましたに呼んでもらいました。ところが今日は逆に番外編でロリポップチェーンソーの、禁煙たまりましたをですねぜひやりたいと思ってこの東京ジャングルのお二人に、来ていただきました。そしてロリポップチェーンソーイメージガール川本真由ちゃんです。川本真由です。よろしくお願いします。それでは早速二人にプレイしていただきましょう。最初は三度目の高校の普通科です。これはちょうどですね恋人のニックが、はい、うん、まあ、実はあのゾンビになりかけたところをジュエットが助けてくれたんです、ね、ジュエット命からが生き残ったんですが、はい、胴体満足だ、胴体満足、ところがどっこい、あれ、おっと、はい、どうですか、首だけの彼氏なんですよ。先生がそうです、そうです、そうです、ちょっと先生強いですよ、やっぱり。先生は、おー、来た、素晴らしい。あ、来た、おー、来ました。おー、なんだこれ。スパークハンティング来ましたね。なんすかこれ。早速出します。これ3体以上ゾンビの首を飛ばすと、はい、このスパークハンティングというものになってですね、はい、ゾンビメダルがたくさんもらえるんですよ。ゾンビメダル、はい、ゾンビメダル。このメダルもらえると何、あの、ゴールドとあとプラチナメダルがあるんですよ。これプラチナメダルもらうことによって、あ、また来ました、来ました、来ました、6個来ました、プラチナメダル6個来ました。めっちゃ可愛いですね。すごい来ました。あー、これは来ましたね。あ、やばいやばい、なんだこれ。そうすると、あの、いろんな拡張要素、洋服、コスチューム変えたりとかですね、まあ、コンボも当然変えますから。続いてどんどん行きましょうか。はい、はい、次は三路メロ高校の体育科です。体育科、ここはあのスポーツマンでゾンビになった人が多いので手強いステージになってます。それはマッチョゾンビ、そうですね、はい、頑張ってください。はい、行、はい、きましょうか。 OK、 おー、おー、よいしょ、おー、進めましょうか。 OK、 スピード感、あ、あ、トランプさんやったほうがいいじゃないですか。来た、なんだこれ、これジュレット台風が来ました。OK、今度は野球部が来ました。野球部、はい、野球部強いですよ。いろんな活動部。じゃあ次はまいちゃんどこ遊んでもらいましょうか。はい、次は学校出ておばのん牧場です、はい、そしてあの今までのチェーンソーの技に加えて、はい、チェーンソーブラスターというチェーンソーブラスター、はい、攻撃もあるので、はい、ぜひ遊んでみてください。はい、はい、どんな攻撃か全く分かりませんけれども、はい、牛ゾンビもありますね。はい、あ、牛ゾンビなんで、ね、牛といえば東京ジャングル、あんまり、なんで髪の毛、あれ、え、なんすかこれ。はい、これはあのいろんなコスチュームがあるんです。あ、そしてこれはデッドマンワンダーランドの白という私のおすすめのコスチュームなんですけど、はい、そうなんです。本当にこの全部の中で白に変わって眉毛まで白いですね。そうなんです、はい、もう髪の毛も全部。今回なんと25種類のコスチュームが入ってますから。そうなんですよ、本当に可愛らしいのもたくさんあるので、ね、これ早速ブラスターを使ってほしいんですけど、ね、L2 ですね、はい、で構えての R2 打ってください。おー、そうです、はい、いわゆるこれであのシューターができると。あ、これは、はい、打ってください。 OK、 すげえ、ガン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 って言うんですよ、ガンガン。バスケやっても大丈夫。オッケー、今チャンスです、今チャンス、あそこ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 、オッケー、オッケー。一回、はい、ちょっとこのボタン押し込んでもらっていいですか。来た、これなんとニックルーレットって言いまして、目押ししてもらうとニックアクションができるんですね、はい、好きな、オッケー、外れの外れのニックアクション。これはですね、ちょっとあのぜひ見てください。ニックシェイク、これあの歩いてください、どんどん振りながら、ボタン、ボタン、ボタン、そう、あ、そうです、振りながらです、はい、どん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 押してください。あ、なるほど、これでゾンビ倒すことは一切できません。なるほど、はい、これは攻撃チャンス。そうなんです、そうなんです、はい、ほら来た、お、あ、当たりだ、これは来た、よっしゃ、よっしゃ、さあ、取ってください、よし、撃ってください、撃ってください、よっしゃ、ほんとに、これ、ニックが弾になって飛んできます。本物の弾より強いじゃないですか。強いです、はい、あれニックガンガン、そうです、ガンガン強いです、はい、そして次、いよいよニックゾンビの登場です。ニックゾンビ、はい、近づいてもらって、バツボタン押してください。
はめるリズムアクションゲームですよこれ。なるほど、はい、はい、四角バツ、はい、まあ、はい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 、できちゃうな。おお、素晴らしい協力プレイ。はい、協力プレイ。変なテンションになってますよ、楽しいですね、すごいですね、超楽しいですよ。あ、来たんだこいつ、出た出た、おじいちゃん出ましたよ。はい、はい、はい、よっしゃ来た、よしよしよし、この差し込みで入りました。どうすこい、いろいろやってくれるんですね。そうなんですよ、これさっきのゾンビの体です。そうですそうです、あの体を使って先に進む。エフェクトが気持ちいいんですよね、めっちゃキラキラしてて。そうなんですよ、あのこれどうなんだって最初、はい、思ったんですよ。ゾンビと最も縁遠いものなんですけど、僕は男の子も意外とね、こうシャイニーなの好きなんですよね。あ、持ってきました、あ、すごい、スパークル入りましたね。すごいですね、今日いっぱい出ますね。ね、いっぱい出る。ちょっとよかったら片岡さん、あのショップ寄ってってもらっていいですかね。あそこにショップがあるんですよ、ちょっとなんか変な着ぐるみたいな、はい、インターネットショップがありまして、ここでパワーアップとか、そう、まさにそうなんですよ。そうです、あの名曲ロリポップがここで流れるんです。そうなんです、あとミュージック行っていただくと、これもいろんな曲がやってくるんですけど、まゆちゃん、2人にがっつり遊んでもらいましたけれども、はい、楽しかったです。初めてと思えないぐらい上手でした、ね、いや本当に上手でした、はい、びっくりしました、はい、一斉のでドン、はい、じゃあまず山際さんから。はい、です。あ、東京ジャングルもそうなんですけど、はい、一見なんでしょうね、真面目に作ってるんですけど、はい、バカゲーであったりとか、そうなんですね、はい、っていうところでハードル的にバカゲーだから触ってみた時のプレイ感であったりとか、まあ本当にフィーリングであったりとかがしっかりしてないといけない。普通のアクションゲームを作るよりもそういう風にキャッチーな要素を入れることによってよりハードルが上がってると思うんですよ、はい、それをしっかり本当に作られてて爽快感もすごく高かったんで、もうそういう風な意味で言うとアクションゲームとしての愛を感じたので愛にさせていただきました。ありがとうございました。じゃあ片子さん、はい、僕は必然と書かせていただきました、はいはい、またおしゃれな文字を、あ、すいませんすいません、あんな殴り書きで、まあ、はい、プレイさせていただいて、はい、まずびっくりしたのがちょっとゾンビたちがすごい生き生きしてるなっていうのがびっくりして、はい、活力がありますよね。そう、活力ゾンビですよね。しかも割とね、はい、あの労働意識があるんですよね。あ、その虐殺を彩る、はい、あのまあ、シャイニーなエフェクトだとか、そうですそうです、あのすごい可愛い演出、はいはいはい、それらの全部の要素がただ単になんか受け狙いとかじゃなくて、はい、必然の要素だったんだなっていう、はい、でなんかその要素が全部ちゃんとこうみっちり絡み合ってて、はい、すごい隙のない世界一愛らしいゾンビゲームを須田さんが多分作りたかったんだっていうのがめちゃめちゃもう完成度の高さで現れてたんで、僕は必然という言葉を選ばせていただきました。いや、僕らもね忘れてましたそう、必然に向けて作ってましたいいところね、うん、あの引き出していただきましたよ、まゆちゃん。そうですね、どんどん皆さんに楽しんでいただきたいと思いますねこれは、はい、はい、まあ、そんな我々のロッドクチェンソーとですね、はい、東京ジャングル、はい、同じ6月の、ね、あのタイトルですけども、はい、そうなんですよ、もうあれですでに発売を、はい、はい、絶賛発売中なのでよろしければ、よろしくお願いします、はい、コスチュームとかもすっごいたくさんあるじゃないですか。あの可愛いジュリエットみたいに、はい、ちょっと女子高生の服とかも僕らのコスチュームもあって、でそれは女子高生の服誰が着るんですか。牛とか牛とか、まあ、全部の動物着れるんですよ。それは見てみたいですね。そうなんです、可愛いんです、めっちゃ可愛いんで。人間は僕らに任せて、人間の方は、はい、ジュリエットちゃんに任せて、そう、動物は東京ジャングルが、はいはい、動物盛り上げ担当で、そうですよ、やらせていただきます。今日はですね、山際さん、片岡さん、ありがとうございました。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 じゃあ最後にあのいつもの合言葉いきましょうか、はい、今考えましたけどね、はい、じゃあいきましょう、はい、せーの、東京ジャングルロリポップチェンソー。